携帯情報端末、携帯情報端末、携帯情報端末、個人情報端末ともとは、スケジュール、都度、住所録、メモなどの情報を携帯して扱うための小型機器、パーソナルデジタルアシスタント、パーソナルデータアシスタントと表現されることもあるを、略して、PDA と一般に呼ばれることが多い。PDA は、 アップルニュートンの開発を推進した1990年代、初頭のプルコンピュータ CEO だったジョン・スカリーによる造語である。ノートパソコンと比べると機能は限定されているが、手のひらサイズ、B5 ファイルサイズ程度のサブノートパソコン並みに大きいものもあったのため持ち歩きしやすく、当時のノートパソコンに比べソフトウェアの動作も軽快で、電池の持続時間も長いなどの特徴があった。 サイズや機能は電子手帳と似ているが、PDA はソフトウェアのインストールやカスタマイズ可能で電子手帳よりも自由な利用が可能となっている。予定表やアドレス帳の表示などは非常に高速であった。ただこれは予定表の確認やアドレス帳の表示などがソフトウェア的に高速化されているだけで、PC で行うような複雑な演算処理や 3D 映像の描画などは 必ずしも考慮されていなかった。だが、後年になると、グラフィックアクセラレータを実装した、MID、モバイルインターネットディバイス向けソックを搭載し、再生時に複雑な演算処理とグラフィック性能を必要とする高画質な動画ファイルも再生できるようになった。なお、スマートフォンという概念も以前から存在している。これは PDA に電話としての音声通話機能などを 付加したもの、または携帯電話、PHS 端末が高機能化して、PDA よりになったものである。しかし、2007年の iPhone と2008年の Android の登場は、スマートフォンを最低にするものとなり、以後急速に PDA や従来型の携帯電話を置き換えるまでに普及している。また、同時期には、iPod Touch など実行ファイルの動作環境を備えた。 デジタルメディアプレイヤーも登場し、その延長線上に2010年の iPad の登場と、共に急速に市場を拡大させたやや大型の画面、備える、タブレット端末が存在する。これら機器では、クラウドコンピューティングの発達もあって、従来の PDA に収まらない、様々な利便性が提供され、ユーザーにも受け入れられるようになった。こうした流れの中で、 従来型の PDA はメディアプレイヤーやタブレット端末及びスマートフォンの市場に吸収された形となっている。なお、日本では1999年11月から自動車、オートバイを運転しながらの PDA 等の画面の中止が法律で禁止されたが手に保持しないハンズフリー設置をしたものについては単純な中止は2004年11月以降の 公開制後も依然罰則対象にはなっていない。しかし、PDA 等の画面の中止により交通の危険を生じさせた場合は、罰則対象となっている。世界初と言われる PDA は、1984年に発売されたサインのである。1991年、サインは後継機能を発売した。これは、フルキーボードを備え、 より一般的となる PDA のデザインに近いものとなってる。1992年には Apple Newton が発表され PDA という言葉はこの機器のために作られた。1994年 IBM は携帯電話の機能を備えた PDA である IBM サイモンを発売した。これをもって最初のスマートフォンということもできる。1996年ノキアも 同様に携帯電話機能を備えた PDA であるを発売した。これは世界で最も売れた PDA となった。1996年にはもう一つの有名な PDA ブランドとなるパームによるパームが発売された。日本ではパイオニアが1996年に全画面液晶表示の携帯電話端末 DP-211 翌年に dp-211sw を発売している。メモスケジュールゲームメールなどを扱う日本の元祖 PDA スマートフォンとも言える端末であったが、日本は各社がよりコンパクトかつ使いやすい普通の携帯電話端末の開発を進め、ユーザーをまたそれを求めた、つまり全画面液晶、タッチパネル操作による情報端末に対する技術と市場がまだ熟成していなかっために、 他社で追随するものは現れず、パイオニアもこの市場ニーズに合わせる形となり、機能を高めていった DP-212、j p l 1 j p l 2の後の同社成功契機である j p l 3 2 0 0 0年は、当時の一般的な携帯電話端末の形式に高機能を押し込んだものとなってしまった。かつ、j p l 3のマイナーチェンジ版である j p l 3 e をもって、 パイオニアは携帯電話端末 PDA から撤退した。2000年代の PDA は、静止画閲覧、ネットアクセス、動画再生など多くの機能を実装したマルチメディア端末となった。2010年代現在の PDA は、メディアプレイヤーやタブレット端末及びスマートオンなどの携帯デバイスの市場に吸収された形となっている。メーカーにより、大小に違いがあるが、 おおむね手のひらサイズ。液晶画面で情報を表示する。モノクロカラーがあるが、後期の端末は、ほとんどが、カラー液晶を採用していた。ハードウェアキーボードについては、内蔵型と非内蔵型に分かれる。非内蔵型は、タッチパネルを兼ねた、画面上で、タッチペン、スタイラスで、画面上をなぞることにより操作や、文字の入力を行う。キーボードがない分コンパクトだが、 文章入力には時間がかかる。なお、キーボード内蔵型でも同様の入力方式を併用する機器が多い。また、タッチタイピングは考慮されていない機種が多く、指先やペン先で注意しながらキーを押す作業が求められる。内蔵型は文章入力の利便性が高いが、その分機器が大きくなり、携帯性に劣る。電源は主に内蔵バッテリーを使用する。 旧世代のパームハンドホールズなどのように、乾電池を使用する機器も存在する。バッテリーを内蔵している機器は、家庭用電源による充電が可能。持続時間は機器により差があるが、3時間から25時間程度。高機能のものほど、持続時間は短い。多くの PDA は、パソコンとのデータ連携機能を持つ。シリアル接続、イルダ接続、USB 接続により、 パソコンと接続し、あらかじめインストールされた専用アプリケーションと同期する。これにより入力したデータやアプリケーションの転送、更新、バックアップ等が行える。PDA 同士の通信も可能。比較的新しい PDA は、Bluetooth や Wi-Fi、無線 LAN なども搭載されているので、それを利用しての通信も可能である。アナログモデム、PHS、携帯電話モジュール。 無線 LAN、携帯電話へ、Bluetooth デズン接続により、インターネットへ接続でき、ネットの閲覧、電子メールの送受信などができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。